はい。ちわす。今日もよろしくお願いします。ということで、今日はですね、何でしたっけ？何しようとしたっけ？すいません。ルール、あ、これじゃない、ルール説明じゃなくて、昨日から来ております、ライブグルーヴの、変更点が来てますので、そちらをね、お知らせしたいかなと思います。まあ僕もなんかツイッターかなんかで見て、あ、そんなの変わったんだ、と思ったんですけども、今回の変更点について、今回のイベントでは、新たに以下の調整及び機能を追加しておりますと。本イベントのセットリストでのライブ及びアンコールライブをクリアした際に獲得できるイベントポイントの調整。これが、まあ、数値を、がうんちゃらかんちゃらっていうのはちょっと細かいのは分かりませんけども、まあその 6,7 回やってると、まあ増えてますよね、ポイント報酬が、ポイントのもらえる量が。だいたいだって僕の中で毎回マスター50をやれば500ポイントちょっとぐらい入るっていうのが僕の中の頭だったんですけども、今回600ポイントぐらい入りますよね、多分600ぐらい入るので、まあ100ぐらいは調整されたのかなと思います。ということと、何よりここ後半戦モードの追加というものがありまして、3月5日15時より、スタミナの消費数が2倍まで選択可能な後半戦モードが追加されますと。まあ、つまりはアタポン形式で言えば4倍消費みたいな感じですね。まあ、通常楽曲2倍消費みたいな感じで、だからそのマスターであれば50じゃなくて100消費。100消費にすれば、経験値はその50消費と一緒やけども、ポイント、もらえるポイントが倍になる、ので、つまりは、1200ぐらい入ると、ポイントが。という計算になりますよ、という感じですね。まあその、4曲、8曲やるところ4曲で進むというところなんで、まあそのイベントをガチガチでやる方は絶対これやらないといけないなっていう感じなんですけども、何よりね、これね、ボーダーがこれで変わりそうですよね。まあギリギリのところでみんながこうね、100商品してしまうと一気に跳ね上がると思うんでね、まあここは様子を見ないといけないんですけどね、なかなか怖いところではありますよね。めちゃくちゃね、変わるかもしれないのでね、急に。だって今までボーダーって、まあ、3万ポイント入れたら安心やったかな、2万円。僕のいつも2万以内では3万ポイント入れてたら安心なんですけども、まあ、ちょっとそれより超えちゃうのかな、ぐらいに感じると思ってるのでね、ちょっと、これからのね、グルーヴは怖いなと思う、こちゃねでございました。ということで、今日の動画はこれで、終わりたいと思いますので、変更点がありましたので、ご注意くださいという動画でした。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、以上、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。Twitter、サブチャンネルもやってます。よかったらチェックしてみてください。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。